岡田くんと遊んでても全然楽しくないんだって。違う。あ、ちょっと頑張り不足だったか。人が死神と戯れるには。大丈夫だよ。私すっごく楽しいよ。本当に。そんなわけないよ、西村さん。同じじゃない。西村さんが楽しいときは、その何倍も何倍も楽しいんだから。だから僕ももっと合わせにしなきゃいけないんだ。僕に気を使わないで。釣り合いを取ってるだけだから。僕もっともっと西村さんを幸せにできるよう頑張るね。だから十分だって。今日はなんだかいつもと違うような。高田くん大丈夫？って、あれ？西村さん？うん。通りで元気になると思ったよ。そんな。高田くんが元気になったのならよかった。ありがとう、西村さん。はい。ありがとう。どうしていつもお弁当に味玉入れてるの？まあちょっとしたおまじないかな。西村さんちのお弁当、ゆで卵がたくさん入ってるね。ゆで卵じゃなくて味玉だよ。味玉？ラーメンか。おいしそうだな、味玉。僕のおかずと交換しない？え？する？すごい。私今友達とお弁当のおかずの話で盛り上がってる。ラーメンの味がするな。大人気だね。たくさんあるからみんなと交換できちゃうね。うん、お父さんがたくさん入れてくれたから。あれ、あかね、用事取ってくれないか？もしかしてお父さん、私が会話のきっかけを作りやすいように。みんなちょっとはいいかな。おまじない、あかねにいいお友達がきっとできますように。友達にも大人気だったよ。あかね。